注目のスマート農業、農作業にロボットや情報通信などの先端技術を取り入れることなんですが、世界規模で市場が拡大する中、各国のスタートアップ企業が AI よりに続々と参入、商機を選んでいます。先週開催された農業エキスポ、海外から100社以上が出展しました。スマート農業エキスポの会場にやってきました。まずたくさん並んでいるのはですね、このような農業用のドローンなんです。農家の高齢化や担い手不足が叫ばれる中、農薬散布などで貢献する農業用ドローン。こちらは中国のスタートアップによるドローン。最大の売りは人が操縦することが難しいデコボコした傾斜地でも自ら障害物を避けて農薬を散布できること。それを可能にしているのが AI なんです。この中にじゃあ AI チップ、 AI チップが入ってる、入ってる、はい、自然にそのそこらじゃなくてリアルタイムでボタンが動くのを分析してチップを出してます。これまでは主にブラジルなど山間部にコーヒー豆や果樹の広大な農園がある国で業績を伸ばしてきたんですが、今回日本の茶畑や果樹園でも役立つことをアピール。日本はやっぱりその農業の機械に対して技術がすごく高い国、たくさん使ってもらってその評価をいただいたら他の国に対してもすごく大きいのは押しやすい。気候変動や人口増加で心配される食料不足の問題も今スマート農業の機運が高まっている理由の一つです。期待されているのが野菜などの植物工場の技術です。Which is AI chips? Inside this? Oh, really?こちらのシンガポールの植物工場では栽培に必要なトレイの移動などを AI ロボットが制御しています。こちらは韓国のスタートアップ、植物ごとにその時の成長過程で最も理想的な光を AI がリアルタイムで調整するシステムを開発しました。実験では生産量が3倍に増えたケースもあったといいます。농업을 쉽게 만드는 데도 하기 위해서 필요한 저희 영양 투입에서 기술 개발을 해서 농민들 보호하는 것이 저희 앞으로의 자세입니다. 네, 스마트 농업에 詳しい 北海道 대학 대학院 농학 연구원인 노부치 노골 교수가 이렇게 지적합니다. 地域ごとの AI 導入の課題ですけれども、一つ目が地域ごとの AI 学習が必要だという点です。農業は地域ごと作物ごとに異なるデータが必要なため AI のチューニングが必要だという点や、そしてですね、農業を知る人との連携、AI 事業者が農業の現場を知ることがより成果を上げることができるということです。マンデービズでした。